2003年生まれの直哉です。好きな飲み物はコーラです。嫌いな飲み物はミルクです。好きなテレビ番組はイッテQです。苦手なことは、勉強することです。やめられないことは朝シャンです。自分だけの決まり事は夜にヤクルトを飲むことです。最近失敗最近失敗したことは定期を忘れちゃったなくしてしまったことです。ないです。好きな映画はミッションインポッシブルとあとミュージカル系の映画が好きです。マイブームはスターバックスを全部飲むことを頑張っています。日本で行きたい場所は大阪です。海外で行きたい場所はニュージーランドです。世界で生きられるならディズニーの世界で行きたいです。もし自分が総理大臣になったら平等に賃金を上げます。お風呂入ってる時がすっごく幸せです。ないです。無茶なことはテスト期間中に1時間しか寝ないで臨んだら全然テストで頭が回らなかったことです。テストで0点取ってしまったら謝ります。ゴキブリが出現したらマジ速攻逃げます。ないです。湘南が一番遠い場所に行きました。一番美味しかった食べ物は牛タンです。一番まずかった食べ物はゴキブリとか芋虫の虫を食べたことです。好きなお菓子駄菓子はお菓子はプッチョです。嫌いなお菓子はうまい棒です。一番好きなゲームタイトルは荒野行動です。一番好きな月は12月です。一番嫌いな月は暑いの嫌いなので暑い月なら全部嫌いです。無人島へ持っていく3つの持ち物は
と持ち物は持ち物は懐中電灯とあと食料とあとはドラえもん持ってきます。最近送られたことは送られたことはゲームに課金してしまったことです。最近泣いたことはドラマでめちゃくちゃ泣きました。君の膵臓を食べたいです。最近買ったものは最近買ったものいっぱいありすぎてわかんないです。思い出の食べ物はないです。やってみたいアクティビティはバンジージャンプをしたいです。今まで自分で買った一番高いものはAirPods です。好きなキャラクターはドラえもんです。得意料理はスイーツを作るのが好きなのでスイーツです。パイケーキ、ケーキです。ケーキ。靴のサイズは 25.5 か6です。なってみたい戦国武将は坂本龍馬です。生まれ変わったらジャスティン・ビーバーになりたいです。好きなカレーはめっちゃくちゃ辛いカレーです。直したいところは直したいところはダンスができないことを直したいです。これがないと生きていけないものは携帯とあと家族ですね。コンビニでよく買うものはタピオカとあとスターバックスのちっちゃい飲み物です。好きな YouTuber はしばなんチャンネルとあとヒカキンさんです。特別な力が一つだけ持てるなら瞬間移動です。これからもおぎのパンダとして可愛く生きていくのでぜひよろしくお願いします。以上、なおやでした。ありがとうございました。バイバーイ。